事前調査、えー、来週、いよいよ3月ですね。チューリップ賞、やゆい賞、オーシャンステークスですね。いよいよ3歳クラシックの前哨戦、始まりますね。まともなですね。はい。で、その前にですね。ちゃあちゃあこれはえぐい。いやー、終始はどないしたんでしょう ペース早かったんもあるし、やっぱ距離線は、あれかな、やっぱ前回がハマっただけですかね。出遅れて、えー、明日待っただけですか、あれ。ちょっとこれ高松の宮記念もちょっと不安残る前哨戦となりましたね。えー、えー、ええー、これはやったわー。えー、誰も来てない。ダブルミリオンですか、これ。200万。すごいね、これ。びっくりした。 トーキングドラム1着。昼のデイバルは。は昼のデイバルを変えんことなかったんですかね。ながらおるよね、これ。初芝で3着よ、これ。ブラビッシュもちょっとあれかな。シュージの後ろつけてただけに、ちょっとこの馬もちょっと影響を受けた感じですね。惜しいね、4着。200万円、これ。これ無理やわ。ダブルミリオンと、あれやもうこれ、昔の CD での売り上げしか聞いたことない、これ。ダブルミリオンとこれ。ええー、これはげた でもこっちはね、こっちはちょっと怒ったね、これね。えー、アンビシャスでね、まあ、最悪ワイド届けと思った。4着やったからね。いやー、これは頭痛いわ。ちょっとルメちゃんが素直に外回しすぎたな。もうちょっとうまいと乗ってくるかもてんけどね。まあ、ただね、それはいいんですけど、これデムちゃん、これ素晴らしい、これ。デムちゃんこれ。いやー、土曜日で仕事終わらんといてるんだけ日曜も仕事してくれた、これ。やっ パリに、ね、堀さんとこに最強外人の人たとき、やっぱこれ、もう鉄板ですよ、これ。えー、土曜日のね、何でしたストロングレビルもね、押してたんですけど、えー、日曜日、ネオリアリズムってことで、ね、もうガイトは正直コイントだったんですね、今週ね。堀さんとこに、えー、ね、まあ、うまい、人っと乗せるってことで。まあ、ね、初戦の新馬戦はうちパックやったんですけど、十分でしたね。これ素晴らしい。これ来週もなんかチャンスあったら、またね、紹介しますよ、これ。 夏だったらね、またね、モレイラさん帰ってくるんで、多分ね。モレイラさん来たら、これもホリモレイラで買いましょうってこと、ね。素晴らしい、これ。秋にはホリムはね。もうこれはもう、これ素晴らしい。もうそれは鉄板や、これ。ええー、素晴らしいですね、これ、デムちゃんね。はい。えー、で、ネオリアリズム、もうまさか頭と思ってなかったんでね。ほんで、単焦、えー、これ紹介の時にはね、まだ、あ、3. 点何倍で売れすぎやり、って気だったんですけど、7倍ついてないんこれ書き換えといたよかった、これ。7倍ついてたよ、ね、これ。怒った、これ。それは書き換えてるこれ。 いやいやいや、売れすぎ取ったからワイドとかでしたらね。まさかの短所そしてね、アンビシャスとんだでどっちもならちゃうねってことで、これ、修士もちゃうしね。アンビシャスもちゃうし、これどっちもならって書いてたんやけど、どっちもならちゃいました、これ。すいません、これ。はい。では、事前調査行きましょうか。何からあれ。オーシャンからって書いてるけど。さっき三歳路線みたいね。チューリップショーから行きましょう。 三々印刷ですね。えー、こちら、正直内容ないですよ。チューリップ賞がやっぱね、えー、その後の何やったっけあれ、えー、ジュベナヘルちゃうわ。えー、何大箇所につながる直結しやすい例ってことで、やっぱりここら辺が王道ならやつ出てきません、ね。ソウルステイングリスグラッシュ。もうここ人気2等で正直今度こそ荒れないでしょう。もうだいたいジュベナヘルの強い組はもうそのまま強いですよ、これ。文句ないと思いますよ。うん。 ソールスターリングはタでも問題ないでしょ。アンジョールめちゃんでしょ。で、リスグラッシュ、トサキやったら不安だったんですけど、ここ多分、豊かさん乗り物してくると思うんで、豊かさんなら十分買いでしょ。トサキならちょっと考えます。はい。で、えっ、ー、と、あとですね、まあ、あとはほとんど小粒メンバーなんですけど、えっ、ー、と、3投目 C というのはどの馬ですかってことなんですけど。 正直、二勝馬のこのアロンモザモナとか、他、それだけか、が二勝馬、あと、エントリーチケットね、もいますけど、こちらより、やはりこの舞台、3歳、阪神外回戦6、重賞ってことは、やっぱディープ3区やっぱ狙いですよね、ベタね。で、ディープ3区、今回、長井戸さと言います。で、去年も、え、 ラベンダーバレー3着来たように、えー、結構やっぱ人気数になりそうなんで、この3頭ね、そこら辺の方から狙いたいと思います。えー、人気数のディープが鉄則ですね、狙いとしては。はい、えー、ここ、えーと、別に2着じゃなくても3着でも、えー、出走権与えられるんで、えー、狙ってる馬は十分いると思います、えー。その中でやっぱディープインパクトの人気ない馬を狙いたいと思います。で、この3頭が多分人気そこまで出ないでしょう。で、この3頭の中で出れ、選ぶのってことなんですけど、まあ、そうですね。 えー、この前奏を見る限り、ここ3着3着着てるコイントが変に人気出そうですね。で、1頭そのうちダノックスってことでダノン系の馬なんで、大久保さんとこね、えー、ダノンってだけで売れそうなんで、ここも人気出るんかなと思ってますね上。上がりもある程度前奏使われてたんで。はい。で、えー、この3頭の中で、えー、どれ、C って言うならですね、暫定注目馬、こっちにしますね。 ワールド・フォ、えー・ラブですね、えー。こちらだけまあ前走7着でちょっとまだ未知数なんですけど、まあまあオープンクラス、シンバ上がりですね。でまあ7着でそのまま流れてもうたんですけど、まあまあでも、えー、ここら辺ね結構強いときに、まあ、7着、まあシンバ戦上がりで、まあ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 、まだ足も33 6使っとるんでそこまで悪くないなやったと思いますね。ちょっと、えー、相手が強すぎたって話まし、えー、そうですね。 いきなりオープンクラスだったんで、まあまあこんなもんでしょう。で、えー、この馬選んだ理由もシンプルです、ここ。えー、ちょっと暗状は誰かわからないですけどね、ルメちゃんがソウルスタイリング行っちゃうんで。えー、ここシンプルに、えー、今、好調ななしさんとこですね。これだけです、正直、今の理由。えー、こちらもわかる通り、えー、今年ですね、えー、ミッキーロケット、えー、で、えっ、ー、と、 ブラックスピネルですね。で、その後、アメリカズカップも買ってますね。ていてことでもう、今年で重賞3勝してます。おとなしさんのとこ、珍しい。珍しい珍しいちょっと早いですね、ペース的に。はい。まあ、おとなしさんのとこね、G1 はまあまあ、そんな勝たないんですね。正直、1枚足りない馬が多いんで、まあ、3日やるぐらいですね、買ってね。 G2、えーまあ、G3 なら、えー、ここ、買いでしょうってことで、えー、今、今年好調な音しさん、えー、一応ここ、特注場で押しておきます。また変わるかもしれないですよはい、えー。チューリップ賞、こんなもんです。えー、次、弥生賞行きましょう。ね、っっえまたまた。弥生賞ですね。えっ、ー、と、こちら、賞金順。えーと と、強い、やったっけいつ、レイディオロが、えっ、ー、と、怪我ですか。で、サツキシ直行の可能性あるってことで、ここ出てきてません。で、えっ、ー、と、スプリングステークスにも、他にちょろちょろっと言ってるんですかね。ただ、まあ、ここ、えー、ブレスジャーニー、小物インパルス、カデナー、この3頭出てきましたね。まあ、この3頭が、えー、ダンビュライトは多分、ルメちゃん乗っても1枚落ちると思うんで人気。えー、多分、この上位3頭でしょう。 はい。あとはね、穴で狙いたいなぁと思うのが、あとは里のマックスぐらいですかただ、ここ、ジョルメちゃんは多分ダンビライトなるんで、ここ、ルメちゃんもう一回乗ってきたらもろいかなと思ったんですけど、さすがにここ、堀さんとこやからって言っと慌てて買う必要ないと思いますね。シンバーがありで、いきなりちょっとこの相性は重いかなと思ってます。一応、里ミさんのとこなんですけどね。ここはちょっとまだ、注目バー。 んー、候補ってとこで、まだちょっと印刷してないですね。えー、バリングラも出てきますね、堀さんとこね。まあ、これも多分、まだまだですわ。はい。まあ前奏、まあ、2着だったんですけど、ちょっとこの舞台ちゃいますね。まあ、一応この3頭が、そのまま人気エゃなくなってもおかしくないと思ってます。で、 えー、この3頭の中で、えー、本命候補を選びます、えー。まずブレスジャーニーですね。こちら、安城どうでしょう柴田義富さんが乗り換わるんかっていう話出てますけど。えーまあ、こちらまだ東京、えー、16008しか走ってないぐらいなレベルなんで、ちょっと1枚落としますね。参照してるんですけど、強いんですけどね、重症印象でね。はい。舞台的性考えると、ここは1枚落ちるかなと思います。で、コマのインパルス、えー、こちら、えー、確かにバゴ3区、えー、中山2000、絶好の舞台ですね。 えーえー、この馬が下手し、まあ、一番人気でしょうただここそうなってくると逆に、えー、ブレスジャーニー駒のインパラスが一二番人気争うのであれば、えー、こちら本命打ちますねえー、再びこの馬本命カーデナーってことで駒のインパラス今のところ対抗にしますはいえー、確かに舞台的性を見たら駒のインパラスが本命候補なんですけど、えー、福永君が帰ってくるってことでこれでかいですね えー、ここもシンプルですね前走京都2歳名を寄った理由と同じです、えー、23番人気1番人気じゃない23番人気の福永君の G2G3 る重所は単勝で買いましょうってことこれも個人的な鉄則ですわ、えー、福永さん、えー、G1 大舞台になるほど、えー、1番人気になるほど、えー、なぜか勝ちきれませんはいシンプルです たぶんおそらくここ1万人気ならないでしょうかね。あと2、3万人気なんで。2、3万人気の続きは買いましょう。で、前走も外回して短い、えー、一瞬なしで、えー、説明した通り勝ってるんで、今回も中野2は物体は舞台は OK だと思いますね。で、えー、その前の、えー、百花草特別ですね。こちら、アドマヤミヤビに惜しくも印着で、アドマヤミヤビ、えー、と、な、クイーンカップ、クイーンカップちゃうわ。共同通信杯。え、共同通信杯。 共同通信あれ？ち、は、ゃ、い、うちゃうちゃうクイーンカップやね。あれ、あの前見ようクイーンカップね。クインカップか今やね。クイーンカップ,、ね、カップ勝っとるんで、えー、それにこのマイチなんの2着なんで強いと思いますわ。評価的にでバナフェイムの良血馬にも勝っとるんで前走、えー、このま正直戦ってきたアイテムでも1枚抜けてるんちゃうかなと思ってますね。このインパルス、確かにレアデオレイディオロに攻めてるんですけど。うーん まあそうですね。ガンサリウトですからね、前走の相手。うん、まあどこいどこいですかね。ウェルスジャーニーも確かにサーブリチャーその後勝ってるんですけどね、共同通信合い。と、大性考えたら、まあ、コモネンプラスカーテナの方が一枚上かな。4コーナー経験、4コーナー2000メートル経験してる人をちょっと評価したいですね。で、その中でも、この中で2、3番人間落ちるならカーテナですね。安状を考えても、福永君が一番向いてるんじゃないかなと思ってます。 田辺でもいいんですけどね。まあ、どっちもどっちですわでも、ここはカデな。短所やったら風な押しときます。はい。ここはちょっともう独断と偏見入ってますけど。はい。で、えー、最後、オーシャンステークスですね。こちら、えー、今年はどうでしょうあれそうですかね、多分。で、えー、18頭ですけど、えっ、ー、と、2頭ですね。えっ、ー、と、まず、えー、ブラビッシュも、えー、こちら前走半球杯出てるんで、も多分、 出てこないでですよね多分ねレントだよねねね多分だブレザートレイル調べとったらね、抹、え、消、ー、ってなってるんですね。これ、どこで引退したいって話ですね。はい。引退してますわ、勝手に。ニュース載ってないかくわからんですけど。ってことでも、必然的に16と決まってます。で、賞金順で、ツノドラゴン、レッドアリオン、アーソニック。えー、まだ、あ、ここからいますね。爆心帝王ね。 で、えっ、ー、と、ここら辺、誰が人気出るんですかと思ってるんですけど、多分上位、賞金順4等ぐらいまではそこまで人気出ないでしょう。ね、賞金持っとるだけって感じですね。もう年やしね。まあ別に高年齢でも来る舞台なんですけど、ここね。おそらくメラグラーナが一番人気ですかね。で、あと、ナックビーナス、クリスマス、ここら辺、ンバというのも、えー、中山に1200、メッポ法でもなんですけど、ある程度強いんで。 人気出るでしょう。多分メラグラーナ一番人気だと思ってます。安城多分戸崎くんですよね。で、オープン戦争買ってます。で、えー、問題はナックビーナスですね。こちら、ホームをうかなって考えてたんですけど、ちょっとやっぱ戦争、えー、中山の次で買いましょうって言ってたら、やっぱナックビーナスですね。こちらやっぱな、京都牝馬出て、中一周でここ戻ってきてもなー点てんてんてんですね。正直、京都牝馬出んとここちょっかいやったら通ってたんですけど。 でもう一個、ナック・ビーナス、えー、本命打つのを避けた理由といたしましては、えーっと、ここで出てくる注目場の原因だと思っております。で、えー、今回、えー、本命というか注目場、下手しい副将ブッチち候補ですね。こちらしますね。ブレイブスマッシュですね。えー、こちら、えー、安状。 ですね。えー、っと、ナックビーナス打たなかった理由は、ナックビーナス安城の横りさん、多分乗り換わりになりますね、こちら。えー、ずっとナックビーナスの横りさん乗ってたんですけど、えー、今回おそらくブレイブスマッシュに横りさん乗るんで、ということでこれ、えー、横則さんパクられたってことで、これブレイブスマッシュ方面を打ちます。はい。えー、1200メートル初めてなんですけどね。 えっとまあ、えー、そうですね左回りの16004が強いっていうなんかそういう変なデータで撮ったんですねちょっとね最初の頃ね確かにここら辺は追てないんだよねまあ確かに中距離四4 0 0日えー、ここら辺走れるってことは、まあ、1200向きそうですかねで一応マイル走ってきて前走マイル使ったんですけどええー、とこちら最新のニュースを見るとですこちらですか えー、もうスプリント路線に矛先向けてきたらしいですわ。で、なんかここ目標にしてるんでして、はい。で、まあ、体型がスプリントになってきたってことで、ちょっとかかる面出てきてるらしいんで、まあ、確かに前走見てても確かにちょっと行きたかったとこあるんで、それ考えたらスプリントが良さそうですかね。はい。まあ最大目標、高松宮記念。 えー、狙うにしてもちょっと賞金中途半端なんでここはやっぱ確実に1着もしくは2着は取っておきたい賞金なんで今ブレブスマッシュねはいここ多分正直狙ってきてると思いますわはい前走の中山戦6位は舞台あると思います中山実績ないんですけど、えー、全然ありやと思いますねでえっ、ー、とこちら、えー、狙ってみたいもう1個の理由としてこれ安城ですね横のりさん 横乗りさんってもう中山芝1200強いのは皆さんお分かりだと思いますね。はい。中山の中でも芝1200。ダートがうまいイメージありますけど、中山芝1200、めっぽう成績です、えー。去年は出てなかったんかな去年は出、あ、出てたけど、えー、去年の13着、脇のブレイブ。ただ、これ、人気、えー、そんな強いな馬。しかも、えー 立党の方ですね、これ。はい。横りさん、えー、ここ、ここは出てないね。横りさんね、スマートリオンで買ってるんですよね。この時もね、ある程度人気、中、え、山、ー、線に強い、みほの方ですね、これ東、一着。見とったらね、過去10年ちょろちょろっと見とったらね、なかなかおもろいですね。これ、桜ゴスペル。また一着、横りさん、これ。 中山戦に非常にうまい。これ連覇ですかというか中山。あ、連覇やね。そうやったね。えー、その前ですね。その前、えー。ダッシャー55。2番人気ですけど、こちら西。残念。えー、こちら、えー。これ出てない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 ね。えー これ、アーバニティ、東。ってことで、横則さん、ここ10年、えー、東の下時のある程度人気、あ出てる横則さん、勝ちますね、これ。えー、勝ちますわ。えー、そうですね、勝ちますね。えー、横則さん、あ、これだけでちょっと見んどいたらよかった。 だね、これ東で惨敗。これは下もた。これ最悪は都合悪いデザイしたこれ、すいません、これ。ということで、まあ、過去そうですね。ざっくり見て、8年以内で3勝してるんですかほんで。ね。ゴスペルオリオン、えアー,ーバニティですか全部東で勝ってますわ。東の間で。ということで、今年の街頭馬。西はダメなんですけど、なぜか東の2、3番人気出てくる馬、えー、勝ってます、全部。うん。素晴らしいですね。えー ブレイブスマッシュ、おそらくこれ、えー、多分舞台適正ないにしても、多分3番人気ぐらいになると思ってるんで、えー、多分ラックビナス、メラグラーなの次ぐらい人気出そうなんで、多分7倍、8倍の3番人気ぐらいになると思うんで、ちょうど可愛いだと思いますね、これ。で、枠的に横則さん、今見た通り、えー、と、ほとんど青枠ですね。7番、8番入ってきたら、えー、間違いなく来ます、これも。シンクロします。はい。 まあね、そんなね、えー、まあ、なんていうんですか、オカルト系の話じゃなくて、お前、まに仲いません、200芝は。お前、猫のりさん強いんでえ、全然勝って損ないと思います、ここ。似うならもう一発ですよ、これ。はい。えー、そうですね、枠、えー、なるべく8番以内に入ったら、これ、副賞。単賞でもええかな、ちょっと今回10万円抜、えー、ね、最近ちょっと後悔しまくってるんで、ちょっともう、副賞ぶっちーとか後悔せるようにも、そこ、一点張りとかすると思いますね。はい。ブレイブスマッシュね。 ということで、えー、ブレブスマッシュを一番この中で押しておきます。えー、来週、えー、言いましたね、えー。来週からちょっと出張、えー、行くんで、とりあえず金曜日までは、金曜日は放送行きますね。はい。その次の週から多分ちょっと危ないかもしれないです。2週間ぐらい開けると思います。下手しいね。はい。 こちらですね。えー、ついに、育成枠、って前も育成枠やったけど、もう危ないですね。もう自由契約寸前で,ですね、これね。はい。えー、ね、まあ、こんだけ回収率、へこいですけど、ご視聴ありがとうございますね、これね。まあ、これからちょっともう、ちょっと今回復帰したいと思うんでね、これを機にね、えー、ブレイブスマッシュを押しておきますわ。あのさんこんな書いてあれですね。またチャンスだったら、他にもレース載せるんで、福コロゲームとかね、そちらもね、えー、ご視聴よろしくお願いします。 えー、ということでご清聴ありがとうございました。ブレイブスマッシュ